作中のユイと教授のような運命的な出会いを信じますか？イエスの方はカチャッとオンにしてください。ではいきます、せーの、どうぞ。ノー、イエス、ノー、ノー、イエス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 。お、こちらもイエスの方が多い。さあどうなんでしょうか、会場の皆さん。さっきはね。では結果どうでしょう。どう、あ、イエスの数はこちらです。お、あ、やっぱり皆さん運命信じるということでしたけれども、では錦戸さん。あ、僕もノーでした。錦戸さんもノーなんですね、はい。なんかそういうね、劇的な運命的な出会いって、まあすごい良かったらいいと思いますけど、なんかすごい後で後悔しそうな結果になりそうで。あ、なるほど。なんか怖いじゃないですか、いろいろ。そうで、冷静に、冷静にの方がいいっていう。だからもうなんか自分守るためにもうそういうのは信じないようにしようって思っちゃいます。なるほど、うん、はい。じゃあ結構本当に役柄とはお二人とも違うかもしれないですね。はい、そうなんですね。ありがとう。憧れはありますけどね、そういうのにね。あ、ちょっと運命に溺れてみたいという憧れありつつも、はい、冷静に生きた方が、うん、ですね、はい。本当に真面目な性格が伝わってきます。中さん、はい。ノー。ノーに決まってますよ。お運命は自分で作るんです。あ、なるほど。だから深い。そんな奇跡みたいなことは起きない、努力です。じゃあ演じられてる時はこんなことはないだろうっていう風に思われながら。そうなんですよ、自分の努力次第なので、全て時は回ってるんですね。努力しましょう皆さん。はい、だからもうそうなんですよ。はい。